Wii リモコン、Wii リモコン、Wii リモコンおよび Wii リモコンプラス、Wii リモコンプラスは、Nintendo の Wii よび WiiU で、使用可能なゲームコントローラ。Wii リモコンに関連した、周辺機器や、改良型の Wii リモコンプラスについても記載する。Wii リモコン、Wii リモコン、Wii リモートとは、Wii の標準コントローラである。n i n 開発、発売、Wii 本体セットや、 Wii ソフト、初めての Wii に一つ同梱されているほか、単体販売もされていたが、2010年11月11日以降の本体セットの同梱コントローラー及び、単体発売は、後継の Wii リモコンプラスに置き換わっている。2006年12月2日発売。価格は3800円、税込み。型番は、RVL-003。 従来のゲーム機で多く採用されていた、両手で包むように持つ横長のコントローラとは異なり、片手で持てる縦長のデザインである。ただし、横にして、両手で持ち、従来のコントローラのような操作をすることも可能。任天堂の末置き型ゲーム機で、メインコントローラーにアナログスティックが搭載されて、いないのは、スーパーファミコン以来16年ぶりとな。ただし、後日の拡張コントローラー。 ヌンチャクや w ィー Classic トローラー、o ー、l e r Wii Classic c o n t などには搭載されている。コントローラという名称ではなく w ィーリモコンという呼び名を採用しているのはテレビのリモコンのように家族全員が普通に手に取って操作してほしいという考えから岩田聡社長が強く要望したものである。欧米では w ィーリモート、w ィーリモート、フランスでは w i モト。ウィー w e モートという名称で呼ばれている。本体とは Bluetooth による無線通信で接続されるため、接続ケーブルを必要とせず、またセンサーバーに向けなくてもボタン操作等が可能。w e リモコンは直感的なビデオゲームの遊び方を実現している。これまでのボタン操作に代わり、コントローラーそのものを実際に動かすことでの ゲーム操作を実現した Wii リモコンから全くボタンが排除されたわけではない。コントローラを様々なものに見立てて動かすことは、従来のボタン操作より見た目にもわかりやすく、直感的な操作感覚をもたらした。これは、両手操作でボタン数も増えた。従来のコントローラでは、初心者が恐れをなして、ゲームに触れる前から敬遠してしまう、という判断に基づくものである。 具体的な操作方法は、このように、コントローラを様々なものに見立てて、実際に動かすことで、従来のような、複雑なボタン操作をしなくても、ビデオゲームを遊ぶことができる。この操作方法を実現しているのは、Wii リモコンに実装された CMOS センサー、赤外線、および傾きや動きの変化を検出する三軸、加速度センサーである。Wii リモコンには、 これまでのゲーム機のコントローラーに実装されていた振動機能に加え、スピーカーが実装されている。テニスや野球のようなスポーツゲームから剣や銃での戦闘まで、他スピーカーサラウンドシステムなどとは一味違う臨場感が演出される。また、約4キロバイト、4 0 9 6バイトの保存領域が内装され、似顔絵チャンネルで作成された、ミー、ミーや、 ポケモンバルレボリューションなどのデータを保存できる。さらに、本体との通信のために Bluetooth を搭載しているため、非公式の使用方法であるが、Bluetooth に対応したパソコンに接続することが可能である。接続すると、0時クレーボタンの HID ジョイスティックとして認識される。現在リモコンでマウスカーソルの操作を可能にするなど、パソコンからリモコンを制御するソフトウェア。 ライブラリーがユーザーの手によって非公式で開発されフリーソフトウェアとして公開されている。このコントローラがリモコンの形状に決定するまでは右右曲折あり、開発中は様々な形の試作型コントローラーが作られた。リモコンの形状になり一般発表された後も何度かデザインなどが変更されている。例えば名称がレボリューションだった頃二千五年は スピーカーがなく、ボタンの形状や位置、表記、ロゴ、1ボタン、2ボタンが A ボタン、B ボタンだったなどなども違っていた。その他、従来のコントローラーのように優先接続していた動画もあった。Wii リモコンプラスは、Wii リモコンに、後日の w i i モーションプラスを内蔵したもので、従来の Wii リモコンの後継コントローラーである。2010年11月11日以降に、 発売されている Wii 本体セットに従来の Wii リモコンに置き換わる形で一つ同梱されているほか単体販売もされている。2010年9月29日の Nintendo Conference 2010で発表された。サイズ、重量は従来の Wii リモコンと同じで外部拡張コネクタ付近にある Wii Motion Plus Inside という表示で判別ができる。 価格は3619円、税抜き。カラーバリエーションは、従来の白黒青ピンクに加え、赤が追加された。2013年11月21日には、マリオルイージンが追加され、2014年5月29日に、ピーチヨッシーが追加され、2015年3月12日に、クッパキノピオが追加された。Wii U 発売後の Wii リモコンプラスは、 Wii U のコントローラーとして販売されているもの、一部の Wii U 本体セットに同梱されているものがあるが、Wii でも使用可能である、逆、または、Wii リモコンも同様。日本におけるカラーバリエーション、Nintendo のゲーム機では、ゲームボーイアドバンス SP に充電バッテリー式が採用されて以降、電池式のゲーム機及び周辺機器は発売されていなかったが、 Wii リモコンでは久々に乾電池式を採用している。これは充電式にして置き場所を決めてしまうより好きな場所に置いて気軽に手に取って欲しいからとのこと。Wii リモコンで使用できる電池は、性能上アルカリ乾電池、イボルタも含むとオキシライド乾電池が最も使用可能時間が長く、逆にマンガン乾電池は他の乾電池に比べ使用可能時間が短くなる。 充電式電池は購入時に費用がかかるが何度も充電して利用できるため長期的に見ると最も経済的な電池である。中でもエナループ、産業電機は多くの Wii ユーザーの間で使用されておりゲーム雑誌などでおすすめの電池として紹介されたことがあり2008年8月からはエナループ無接点充電セットが正式なライセンス品として発売されている。ただし ニンテンドはアルカリ感電池の使用を推奨している。なお、2013年7月13日に、ニンテンドより充電式のバッテリーパックが付属の Wii リモコン急速充電セットが発売された。センサーバーは Wii リモコンのポインター機能を利用するために必要な周辺機器である。本体セットに一つ同梱されている。単体販売は、 ニンテンドーオンライン販売のみで発売されているが、2012年12月8日、発売の次世代機の Wii U では、センサーバーが同梱されていないため、合わせて、店頭販売もされている。価格は1785円。送料込み2235円。型番は RVL-014。同梱のセンサーバースタンドには、RVL-016 が不番されている。 B 本体と優先接続し、ディスプレイの上、または下に、ディスプレイ面と平行に置く。センサーという名称がついているが、実際には、電波などを送受信するセンサーは内蔵されておらず、赤外線 LED を左右に内蔵しただけのもので、ある。その発光する左右の赤外線 LED を、B リモコン搭載の CMOS センサーで撮影することによって、B リモコンから、 センサーバーまでの距離とテレビオケを検知する。そして、その情報を処理して、画面上のポインターを移動する。他にも、リモコンの姿勢情報や、加速度センサーの移動情報の補正も行っている。Wii リモコンの情報の送受信は、Bluetooth で直接、Wii 本体と行われており、センサーバーは利用していない。そのため、横持ち操作など、ポインター機能を必要としないソフトでは、 センサーバーを接続しなくてもプレイすることが可能である。w i リモコンの使用推奨距離はセンサーバーから1メートルから3メートルだが、本体設定で w i リモコンの C モスセンサーの感度を上げることで5メートルほどまで対応できる。ただし、感度を上げることにより、日光や熱、赤外線を発する製品の影響を受けやすくなる。それらの物体が、 CMOS センサーの補足範囲内に入ると正常に操作できなくなる場合がある。また、センサーバーの周囲に光沢の高い物体がある場合、センサーバーからの赤外線が反射され、同様に正常に操作できなくなることがある。テレビのトモチャンネル G ガイド 4B のテレビリモコン機能は、このセンサーバーを制御し、リモコン信号を生成、壁に反射させる形で、 テレビに信号を送っていた。いずれも任天堂製ソフト。太字は必ず、Wii リモコン、Wii リモコンプラスが同梱されているソフト。Wii リモコンの同梱版が発売されている。ソフト Wii リモコンプラスの同梱版が発売されているソフト。任天堂からライセンスを受けてはいないが、Wii リモコンと互換性のあるコントローラーがいくつか市販されている。 デーテルジャパンは2010年 WiiMotion Plus の機能も内蔵した互換コントーラ、コントローラプラスを Wii リモコンプラスに先駆けて発売している。また、アメリカではレゴの Wii リモコンが発売されている。ここでは Wii リモコンの外部拡張コネクタに接続して使用する周辺機器について記述する。下記の他にも2009年の E3 では 指の静脈の形や状態を感知してゲームに反映させる Wii バイタリティセンサーが発表された。しかし、個人差が大きい生体情報を扱うため開発に時間がかかり商品として受け入れていただくには不十分な仕上がりだとしてペンディング状態となっている。拡張コントローラとは Wii リモコンの外部拡張コネクタに有線接続して使用するコントローラである。よって、 拡張コントローラ団体での使用は不可。ヌンチャク、ナンチャックとは、コントロールスティック C ボタン Z ボタン3軸、加速度センサが実装されている拡張コントローラである。Wii リモコンと組み合わせて使用することによって、より高度なゲームプレイに対応できる。Nintendo 開発、発売。Wii 本体セットに一つ同梱されているほか、単体販売もされている。 2006年12月2日発売。価格は1800円。税込み。型番は RVL-004。ヌンチャクは対応していないソフト、対応しているがなくても遊べるソフト、接続しないとプレイ不可能なソフトがあり、特に接続しないとプレイ不可能なソフトでは、接続せずに起動したり、プレイ中に外したりすると、ゲームを強制的に中断して、 プレイヤーにヌンチャクを接続するように促すメッセージが表示される。FBS ゲームに例えると、コントロールスティックで敵の攻撃を避けつつ動いている、敵に銃の照準を合わせる、両手にウィーリモコンとこのヌンチャクを合わせ持ち2本の剣を別々に振るなどの一連操作を従来より直感的かつリアルな感覚で楽しむことができ、操作が直感的で誰もが 同じスタートラインでゲームを楽しめることと従来のゲームも全く新しい感覚で操作できることを一度に実現させている形態である。海外では平いセンス品だが Wii リモコンとワイヤレスで接続できる周辺機器が発売されている。Wii リモコンとヌンチャクをそれぞれの手で持っている時の状態が沖縄道具のヌンチャクを持った時の状態に似ていることからそのまま ヌンチャクという名称になった。カラーバリエーション日本仕様クラシックコントローラー。クラシックコントローラーとはバーチャルコンソールなどで用いられる横持ちの拡張コントローラーである。クラコンと略されることがある。任天堂開発発売。2006年12月2日発売。価格は1800円。税込み。型番は RVL-005。 形状がスーパーファミコンのコントローラーと似ているが、ケーブルが下方から出ている点が異なる。ボタンの数はスーパーファミコンのものより多く、アナログスティックがデュアルショックに近い配置で2機搭載されている。LR ボタンは任天堂ゲームキューブのコントローラー同様にアナログ入力が可能。ZL、ZR ボタンは L、R ボタンと縦、上下ではなく横。 内側に並んでいる。振動モーターは内蔵されていないため、振動機能、バーチャルコンソールの Nintendo 64ソフトを含むには対応し、このコントローラは主にバーチャルコンソールのソフトをプレイする際などに用いられるが、クラシックコントローラ対応の Wii 専用ゲームソフトでも利用可能である。Wii メニュー自体もクラシックコントローラに対応している。 ボタンの数はゲームキューブのコントローラーとほぼ同じであるがゲームキューブのソフトを起動中は Wii 固有の機能すべてが無効になるため使用することは不可能数量限定で Wii ポイントプリペイドカード5000ポイント分に価格据え置きで同梱されていたが予定数量に達したため生産終了したカラーバリエーション日本仕様。クラシックコントローラープロクラシックコントローラープロ クラシックコントローラープロは前述のクラシックコントローラーの改良版。任天堂開発発売。2009年8月1日発売。価格は2000円、税込み。型番は RVL-005。クラシックコントローラーにグリップ、持ち手を付けたような形状で、任天堂ゲームキューブのコントローラーやプレイステーションのデュアルショックに近い形となり、 より持ちやすいように改良されている。他にも2つのスティックの間隔が従来のものに比べて若干広くなり、ZLZR ボタンの位置がそれぞれ LR ボタンの上部に移動され、LR ボタンもアナログ方式からデジタル方式に変更。接続ケーブルの位置も前方に変更された。なお、ボタンの数は変わっておらず、また従来のコントローラー同様振動機能はない。 クラシックコントローラに対応したすべてのソフトで使用ができる。日本で同日に発売されたカプコンモンスターハンターさんに合わせて任天堂が提案したもので形状に関してはカプコンの開発スタッフの意見を取り入れてデザインされたという開発経緯がある。カラーバリエーション日本通常版の他にソフトとクラシックコントローラプロの同梱版が発売されているソフト。 使用。拡張コントローラの中には、バーチャルコンソールで配信されている、過去のハードのコントローラを復刻したものもある。他にも様々な拡張コントローラが発売されているが、ここでは、Nintendo のライセンスを受けている商品、およびサードパーティーソフトに付属、対応しているもののみ記述する。WiiMotion Plus、WiiMotion Plus、WiiMotion Plus は、 Wii リモコンの動きをより正確に検出するために Wii リモコンの外部拡張コネクタに接続して使用する周辺機器である。任天堂開発発売 Wii スポーツリゾーツに同梱されているほか単体販売もされている Wii スポーツリゾーツ同梱版単体ともに2009年6月25日発売 Wii スポーツリゾーツ同梱版の価格は4800円税込み Wii Motion Plus 単体は1500円、税込み。型番は RVL-026。Wii リモコンロングジャケット部には RVL-027 が付番されている。Wii リモコンロングジャケットの下部に組み込まれた形となっているため、基本的には Wii リモコンロングジャケットと Wii Motion Plus はセットで扱う。ただし、w リモコンロングジャケットから w Motion Plus を取り外し、 WiiMotion Plus のみを接続することも可能である、非推奨。WiiMotion Plus 後部には、Wii リモコンの外部拡張コネクタと同じ端子があり、この WiiMotion Plus を Wii リモコンに接続したままでも、ヌンチャクなどを、さらに接続することができる。また、WiiMotion Plus に対応していないソフトをプレイする際も、接続したままで、プレイできる。ちなみに、Wii リモコン Plus にも、 接続可能だが、接続しても意味はない。Wii リモコンに内蔵されている三軸加速度センサは、重力を検出することによって、リモコンの傾きを割り出すことができる。しかしこれは、静止時やゆっくり動かした時の話で、大きく素早く動かしている時は、重力の検出が難しくなり、傾きの割り出しが困難になる。特に、連続して大きく複雑に動かすような動作をした。 場合は、傾き情報を補正する間が少なくなるため、結果として動作が思い通りに反映されなくなる。この問題を解決するために登場したのが、この w i i m o t i o n Plus である。w i i m o t i o n Plus には、物体の角度や回転速度、角速度を正確に検出するジャイロセンサが内蔵されている。初期位置、水平位置からどれだけ回転したのかを検出するジャイロセンサは、 大きく素早く動かした時であっても傾きを正確に捉えることができる。また同時にゆっくりした動きの検出精度も向上する。三軸加速度センサーだけでは不十分だった傾き検出を傾き検出に特化したこのアダプタに任せることによってプレイヤーの動きをほぼ正確に捉えることが可能となった。ただしジャイロセンサーは傾き情報に誤差が生じても ジャイロセンサー自体で干することができないため、適宜初期位置を設定し直す必要がある。Wii スポーツにゾーツの場合、各ゲームを始める前に Wii リモコンを画面に向けて A ボタンを押したり、机や床などの水平な場所に静止させるように指示される。この時に初期位置が設定される。また、ゲーム中も Wii リモコンの加速度センサーやセンサーバーを利用して微調整される。 Wii Motion Plus には高性能なジャイロセンサが採用されており、最大で1秒あたり約1600度、約4回転半の回転を検出することができる。これはデジタルカメラなどの手ブレ補正機構に採用されている一般的なジャイロセンサの検出可能な最大回転速度1秒あたり300度程度の約5倍にあたる。対応ソフト、太字は Wii Motion Plus 専用ソフト。カラーバリエーション。日本。使用アタッチメントとは、Wii リモコンや拡張コントローラを取り付けて使用する周辺機器である。よって、アタッチメント単体のみで使用することは不可能。Wii Zapper。Wii Zapper は、銃を模したアタッチメント。Wii リモコンとヌンチャクを取り付けて使用する。単純に、Wii リモコンとヌンチャクを、 銃の形で扱えるようにするだけのもので、対応ゲームは当製品がなくてもゲームプレイ自体は可能。任天堂開発発売単体販売は2007年10月25日より、任天堂オンライン販売のみで発売されていたが、今は店頭でも販売されている。価格は、店頭販売が1500円税込み、任天堂オンライン販売が1950円消費税。 送料込み。カラーは白のみ。型番は RVL-023。基本的に Wii リモコンのボタンはトリガー、B ボタンのみ使用して、その他の操作はヌンチャクのボタンを使用するが、ヌンチャクのモーションセンサーを必要とするソフトはヌンチャクをザッパーから取り外し、片手に持って使用する。現在の形に落ち着いたものの、初めて発表された当時のものとは、 かなり違っており、幾度となく変更と試行錯誤をされてきて、発表されるたびに進化してきた経歴を持つ。対応ソフト、使用。Wii ハンドル、Wii ホイールは自動車のハンドルを模したアタッチメント。Wii リモコンを横向きの状態で取り付けて使用する。Wii ザッパーと同じく Wii リモコンをハンドルのように扱えるようにするだけのもので。 当製品がなくても対応ソフトのプレイ自体は可能。任天堂開発発売。マリオカートウィーに同梱されているほか、単体販売もされている。2008年4月10日発売。価格は1200円、税込み。カラーは白のみが販売されているが、クラブ任天堂にて金色に塗装されたゴールデンハンドルが2008年度プラチナ会員特典として、 配られた非売品。型番は RVL-024。側面にはールモコンのポインティング機能を妨げないための穴。背面にはストラップを出すための穴と押しやすくされた B ボタンがある。後述のステアリングアタッチメントとは別物。対応ソフト使用。他にもアタッチメントには様々なものがあるが、ここでは ニンテンドのライセンスを受けている商品、及びサードパーティーソフトに付属、対応しているもののみ記述する。Wii リモコンには5分間何も操作をしないと、自動的に Wii リモコンの電源を切る、省電力機能が搭載されているが、それとは別に、操作中急に Wii リモコンと Wii 本体間の接続が切れ、その後も操作が全くできなくなってしまうことがある。さらに、 電源を入れ直しても治らない場合がある。この現象が発生した場合は、以下の方法で解決できる場合が多い。これとは別に、Wii リモコンに強い衝撃が加わった時に、ボタン操作はできるが、加速度センサが全く機能しなくなることがある。この場合は、Wii リモコンの A ボタンと十字ボタンの中間あたりに、軽衝撃を加えることで治る場合が多い。詳しくは、 Wii 公式サイト Q&A を参照のこと。Wii リモコンが手から飛び出すことを防止するため、付属の専用ストラップを手首に通して固定し、ゲームをプレイすることが強く推奨されている。型番は初期型が RVL-018。後述するストッパー付けタイプは RVL-018A。Wii が発売して間もなく。 Wii リモコンに取り付けてある専用ストラップがプレイ中に切れてテレビなどを破壊する事故が発生したため、任天堂は2006年12月15日に交換対象の専用ストラップをリコール無償交換すると発表した。交換対象のストラップは2006年12月上旬までに出荷された約320万個、うち国内約十七万個で製造番号が LJH1 億41万9980以前と LJF1 億3 3万2000以前の Wii 本体に付属する Wii リモコン初期出荷の初めての Wii 付属の Wii リモコン初期出荷の別売の Wii リモコンに取り付けてある Wii リモコンとストラップとの接合に使われている接合部分の紐の太さが 0.6mm の専用ストラップ 交換後の専用ストラップ及び、同時期以降に出荷されていた専用ストラップは、紐の太さが 1.0mm のものとなっている。2007年秋以降出荷分の専用ストラップは、ストッパーが固定できるタイプのものになっている。交換の申し込みは、専用の電話窓口か専用ホームページで行うことができる。Wii リモコンジャケットとは、 Wii リモコンに取り付けるシリコンゴム製のカバーである。型番は RVL-02 に。これを装着することで次のような効果がある。2007年10月2日に、任天堂は自社ホームページで Wii を所有しているすべてのユーザーに Wii リモコンジャケットを無償で提供すると発表した。専用の電話窓口、または Wii リモコンジャケットの専用ホームページで申し込みが可能となっていた。2014年8月31日をもって、この扱いは終了し、以降は、任天堂オンライン販売からの有料購入のみ、待っている。2007年10月中旬以降出荷分の Wii 本体セット、別売の Wii リモコン、単体、初めての Wii パックには、Wii リモコンジャケットが付属されている。 2006年10月に、クラブ・ニンテンドーの2005年度プラチナ会員の特典として Wii テレビリモコンがプラチナ会員にプレゼントされた。その名の通り、Wii リモコンと全く同じ形をしたテレビリモコンで Wii リモコンとして使用することはできない。Wii リモコンと区別をつけるため LED の色は緑になっている。外科研修医や大学などの研究機関で、 各々たちの試作品の一部分にウィーリモコンが使われることがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。